平野翔さん着用ルイス・ビットンが話題沸騰。9月14日、ウィズ・ミュージック衣装から見る魅力を徹底解剖。平野翔×ルイス・ビットン58万円。ウィズ・ミュージックで着用した話題のトップスを徹底解説。9月14日のウィズ・ミュージックで、またしても暗い輝きを放っていた平野翔さん。ネイビーブルーのスポティーなトップスに身を包み、画面越しでも伝わるオーラは圧巻の一言でした。 注目すべきは、彼がまとっていたそのトップス。そうです。ハイブランドとして名高いルイス・ビットン、ルイ・ビトンのものだったのです。SNS 上ではたちまち話題となり、ハッシュタグ平野賞ハッシュタグルイス・ビットンのハッシュタグで埋め尽くされました。今回の衣装は、2024年秋冬コレクションに登場したばかりの、モノグラムプリントテクニカルトラックトップ。お値段なんと588,500円。 前面に施されたモノグラム柄が目を引く、まさにラグジュアリーな一着です。実は、平野さんとルイス・ビットンの関係は今に始まったことではありません。最近の音楽番組や雑誌の撮影で、彼の衣装にルイス・ビットンのアイテムが頻繁に登場していることにお気づきの方も少なくないのではないでしょうか。例えば、先月の雑誌の撮影では、 ルイス・ヴィットンの象徴的なモノグラムが大胆にプリントされたシャツをクールに着こなしていましたし、夏の音楽特番では、シンプルな T シャツにルイス・ヴィットンのネックレスを合わせることで、カジュアルながらも洗練されたスタイルを披露してくれました。彼がルイス・ヴィットンを選ぶ理由は、単にハイブランドだから、というだけではないでしょう。彼のファッションに対する意識の高さ、そして何よりも、ルイス・ヴィットンというブランドが持つ歴史や伝統、 そしして革新性へのの共感があるのかもしれませんルイス・ヴィットンといえば、160年以上もの間、旅をテーマに革新的な製品を生み出し続けてきたブランド。伝統を守りながらも、常に新しいことに挑戦し続ける姿勢は、まさに挑戦者として、そしてアーティストとして常に高みを目指す平野さんと重なります。彼の的をルイス・ヴィットンのアイテムは、決して彼を飾るための道具ではありません。 それは彼の内側から溢れ出る自信や情熱、そして未来へ向かう強い意志を、より一層輝かせるための、まさに、戦闘服と言えるでしょう。平野さんとルイス・ヴィットン。それは、互いの魅力を最大限に引き出し、高め合う、まさに運命的な出会いと言っても過言ではありません。が織りなす物語から、ますます目が離せません。平野翔が選ぶファッションは、 彼の内面的な価値観やライフスタイルに対する姿勢を反映しているだけでなく、彼自身が大切にしているアイデンティティの一部でもあります。ファッションの選択を通じて、彼は自分のストーリーを伝え、それを見たファンに何かしらのメッセージを届けています。ルイ・ヴィトンというラグジュアリーブランドをまとうことで、彼がただスタイルや見た目を重視しているのではなく、そこに隠された意味や背景をも大切にしていることが感じられます。例えば、 今回のトラックトップに使用されているリサイクルナイロンは、環境への配慮を反映した素材であり、現代のファッション業界が向き合うべきサステナビリティというテーマにも深く関連しています。ここで考えたいのは、平野章のような有名人が影響力を持つ現代において、彼らの選ぶファッションがどれほどの影響を与えるかということです。例えば、彼がルイ・ヴィトンのようなブランドを選ぶことで、そのブランドの価値がさらに高まるだけでなく、 ファンや若者たちがそのスタイルやメッセージに共感し、同じようにそのブランドや製品に興味を持つようになる可能性があります。特に彼のファン層である若い女性たちは、彼のスタイルを参考にしながら、自分自身のファッション選びにも影響を受けることでしょう。ここに、ファッションとアイドル文化が密接に関わり合う現象が見えてきます。さらに、平野翔が着用するアイテムが持つ、物語にも注目すべきです。 ルイ・ヴィトンというブランドは、長い歴史と伝統を持ちながらも、常に革新を続けることでその存在感を保ち続けています。平野翔が選んだトラックトップは、過去のクラシックなデザイン要素を取り入れつつも、現代的なスポーティーさと機能性を兼ね備えており、まさにその革新性を象徴しています。ファッションは過去と未来をつなぐものであり、彼がこのアイテムを選んだ背景には、そのような時代を超えたスタイルの価値を理解し、 それを自分のものとして取り入れている姿勢が伺えます。また、彼の選んだファッションが、彼自身のキャリアや人生観ともリンクしていることを考えると、より深い意味合いが浮かび上がります。平野翔は、デビュー以来常に新しい挑戦を続けてきた人物であり、彼のキャリアはその変化と成長の連続です。そのような彼の生き方と、ルイ・ヴィトンのトラックトップが持つ革新性や挑戦の精神は、 共通する要素が多いと言えるでしょう。彼がファッションを通じて発信しているメッセージは、単なるスタイルにとどまらず、彼自身の人生哲学や未来へのビジョンをも含んでいるのかもしれません。もちろん、ファッションは個人の好みや感性に基づくものであり、それぞれの選択には独自の意味が込められています。しかし、平野紫のような影響力のある人物が選ぶファッションは、 その背後にあるストーリーやメッセージが一層重要視されます。彼がどのような場面で、どのようなアイテムを選ぶのかは、その瞬間ごとの彼の心境や価値観を反映している可能性があり、それがファンにとっても一つの手がかりとして捉えられるのです。また、平野翔がファッションを通じて表現する自分らしさも重要なテーマです。彼はファッションにおいても、常に自分のスタイルを貫きながらも、 新しいいトレンドや要素をを取り入れる柔軟さを持ち合わせています彼のスタイルは、時にはクラシックで洗練された要素を取り入れつつも、時には大胆で遊び心のある要素も見受けられます。このバランス感覚こそが、彼がファッションアイコンとしても一目置かれる理由の一つでしょう。最後に、平野翔のファッション選びは、彼自身のブランドイメージを強化するだけでなく、彼のファンに対しても強いメッセージを送り続けています。 彼が選ぶアイテムやスタイルは、彼のパーソナリティや価値観を映し出しており、それを通じてファンとのコミュニケーションを図っているのです。ファッションは単なる、見た目以上のものであり、彼にとっては自己表現の重要な手段であり、ファンに対して自分の内面を伝えるための一つの方法なのです。このように考えると、平野翔が、w i ミ m u s i c でまとったルイ・ヴィトンのトラックトップは、ただの高級ブランドのアイテムという枠を超え、 彼の自己表現やメッセージを伝えるための重要なツールとなっていることがわかります。彼が選んだこのアイテムは、ファッションの力を最大限に活用し、自分自身のストーリーを描き続ける姿勢を反映しているのです。そしてそのストーリーは、彼のファンや視聴者にとっても大きなインスピレーションとなり、共感を呼び起こすものとなっているでしょう。ファッションの世界では、トレンドやスタイルが絶えず変化していきますが、 平野翔のような人物が持つかったるスタイルや自己表現の力は時代を超えて多くの人々に影響を与え続けるに違いありません彼の選ぶファッションアイテム一つ一つが彼のストーリーを語り彼自身の魅力をさらに引き立てるものとなっているのです